「RIGHT、yeah.」「RIGHT」「肉やこまげん」「RIGHT」「Move it again」「RIGHT」「肉やこまげん」「ン i g h t RIGHT」「えい」「まず最初の一歩を踏み出せそれ最初の一歩が肝心だ肉小牛ひっさ今から必ず前へ進めるさあげん」「最初の一歩を踏み出せそれ最初の一歩が肝心だ」 東京海上日動さあでそのコロナ関連でもう一本いきましょうかねえー、今回のですね、えー、緊急事態宣言の延長に伴ってですね、えー、まあ先ほどもね、えー、お話しした 前の動画でもね、お話しした通り、まあ、旧都道府県に対してね、えー、緊急事態宣言の、えー、再延長、えー、来月6月20日まで、ね、えー、行ってくれと、いう要請が決定してですね、ちょっともう勘弁してくれという飲食店、もちろん出てきます。はい。もう、ちょっとこのままでは、もう、うちもちょっと飲食店として、 飲食店としてももう成り立たんし、ね、えー、やりがいももちろんモチベーションももうきつくなってきてるし、ね、もちろんそうやって売上もね、協力金うんうんってあるけれども、でもね、えー、売上もね、そ、こんなことやってても二足三文やと、いうことで、ちょっとごめんなさいと、ね、えー、まあ、ルール破らせてもらいますけれども、ね、すいません、えー、通常営業させてもらいますっていうところが、えー、出てきました。 はい。まあ実際ですね。まあこの飲食店さんの言い分としては、もうごもっともですよ。ね。お酒のない居酒屋は牙を抜かれた虎だというお話をされてるんですけれども、いやもう、おっしゃる通りですよね。はい。酒も提供できへんような状態がですね、1ヶ月、2ヶ月我慢してください。ならね、これみんなグッとこらえられますよ。ね。えー、提供側も。 ね、消費者側もぐっとこらえられますでもこれね先の見えないトンネルねえ巧、ー、が差さないトンネルにずっとぶち込まれた状況ですよいつになったらこれ解けんのでもこれまた解けてもまたこれ再々発動とかするんちゃうのっていうねもうやりきれないもう葛藤がずっとあるわけですようーん もうちょっとごめんなさいと。えー、まあ、うちもね、感染対策は、まあ、できる限りのことはさせてもらいますけれども、えー、まあ、ちょっともうね、えお酒の提供はさせていただきますよという話です。はい。前回の動画でも言いましたけど、まあ、要するに、ね、先が見えないということが一番きついんですよ。うん。これね、例えば、ガチンと。 ガチンと2ヶ月間皆さん動かないでくださいと。ね。例えばエッセンシャルワーカーの人たち以外は、もう動かないでください。もう凄盛りしてくださいと。凄盛りするためのお金は渡します。で、凄盛りできるように、えー、まあ、最低限のね、必要なものの、えー、受け渡しという方法については、こうこういう風にしていきましょうと。いうことをボーンと発令して、まあ2ヶ月間だけドーンと止める。 ね、えー、こうすることによって、その先に可能性が生まれるわけですよね。この、ここを我慢さえすれば、えー、しっかりと克服して、まあ、社会がね、正常に、えー、まあ、再現なく近づけることができるんじゃないのかと。だからみんなここは頑張ろうよ。ね、政府も協力してくれるし、だからこそ俺らも協力しようよっていう気になれるわけですよ。でもね、これじゃあね、もういつまで経っても終わんないです。 いつまで経っても終わんない、うん。で、まあ、こうやってね、ボーンとね、えー、もうストップさせて、えー、しっかりと克服していきましょうよっていうことを、まあ、反対する人もね、数多くいるわけですよ。ね、これの、まあ、最たるね、えー、理由は二つあるんですよ。一つは、ね、ただの風でなんで社会止めなあかんのっていう人。で、もう一つは、えー、いや、政府は絶対金出さんって。 っていう人。はい。ね。ただの風邪だと、えー、決めつけれる理由がないじゃないですか。ね、そもそもね。だって、このウイルス、ね、えー、この今回のね、え COVID、COVID-19、ね、えー、ただの風邪にしては、病状も相当、相当きついですし、 ねえー、まあもちろんですね、それによってね、えー、命を落としている人たちっていうのも、えーまあ、数多く存在してますし、そんなんもあるかもしれんけど、いやいや、でも、逆に無症状、風よりも軽い奴らもいっぱいいるんやで、っていう話、ね、えーまあ、こういったところで、まあ、風と違う、風と一緒だ、えー、風より弱いとかね、いろんな話があるんですけれども、ね、いや、 風より弱い無症状をピックアップしてくるなんてことは、まあ全くね、これ何の意味もなさなくて、それよりもリスク、ね、どんなね、ビジネスをしてようが、ね、えまあ何をしてようがですね、最大のリスクっていうのをまず見てですね、その最大のリスクがどのぐらいの可能性で、まああるいはそのリスクが降りかかった時に、どの程度の自分たちに損害、 ね、えー、影響を及ぼすのかっていうことを、まあやっぱり判断していかないといけないわけですよね。で、その相手がね、ね、全くまだまだ正体が、えー、まあ、その明るみになってないというか、ね、えー、こちらがコントロールできるほどの情報がないとするならば、えー、まだまだね、予、え、断、ー、の余地は許さないわけですよ。うん。例えば、 僕もね、えー、子供を育ててきてですね、小さい頃って、やっぱりね、急に熱が出たりとか、急に呼吸困難になったりとか、見たこともない発疹が出たりとかね。で、吐き続けるとか、散々いろいろ見てきましたよ、子供って。そんな時に、親って、わかんないんですよで。これが何なのか。 ね。で、病院行ってもわからないことめちゃくちゃあるんですよ。その時に病院の人たちって何て言うか。で、親はどういうね、行動をとるか。みんな、ね。あ、通常と一緒で大丈夫ですよ、なんてことは言いません。ね。えー、あ、いつもと同じものを食べさせてください、なんてことも言いません。僕らもやりません。どうしたらいいでしょう。ちょっと安静にしときましょう。 で、えー、そ、こういう時っていうのは、まあ、胃に優しいもの、えー、まあ、消化に優しいもの、ね、えー、あとは、ね、えー、熱が出ているのであれば、こういう風にしましょう。ああいう風にしましょうと。ね、通常通り、えー、何もしなくていいですよ。なんてこと、絶対にありえないんですよ。で、原因がわからないのであれば、余計になんですよね。はい。あその相手がどんな、ね、ものなのかわかんないのに、もうこっちがね、ああだこうだってやってしまうと、えー、 まあ、悪化させてしまうかもしれないですし、長引かせてしまうかもしれないってことなんですよ。はい。ねえ、えー、車が故障したとき、ね、朝、ね、エンジンかけたら、え、調子が悪い、ぐすぐす、ぐすぐす、エンジンがかからない。ねえ、えー、どうしたんだろう。ねでも原因がわからない。ね車へに電話して、ねえー、ちょっとこういう風になってるんですけれども、どうのこうので、ちょっと原因わからないですね。ってなったときに、ずっと、 エンジン回し続けますかしないっすよね。で、かかったとしても、ね、かかったとしても、ね、その後、乗ること、ものすごく危険ですよね。ね、行動で何か、ね、トラブルが起こった時、ね、後ろから追突,突される。ね、いろんなリスクがあったら、やっぱ乗れないじゃないですか。それでハンドル握るっていう奴らはちょっとやばいんですよ。はい。だからこそ、ね、 そういう時って、調子悪いなと思った時って、原因が分からなければ、まずは安静にしますよね。安静にしますよね。動きを止めますよね。今までと同じ動きにしないですよね、絶対にね。はい。で、そ,でその時に、まあ、例えば体なら、その時に、まあ、例えば学校に行ってる。ね、会社に勤めてる。いろんなことがあっても、それを直すためにはストップします。はい。 車が故障している、ね、えー、何か調子が悪い、ね、なった時は、やっぱり車屋さんに入れて修理しないといけない。ね、点検して修理しないといけない。ね、その時もやっぱり車って動かないんですよ。はい。なぜ社会だけはドライブさすんですかっていう話です。で、ね、ドライブするためには絶対に不可,不可欠なものがあるんですよね。それが金です、金。 ね、社会を動かすためには金が必要なんですよ。で、金は自分でなんとか段取りしてこないといけないものというのが、まあ、一般的な解釈ですけれども、緊急事態に、ね、えー、対してはですね、政府が国民に給付することというのは全然可能なんですよ。難しい理論でも何でもない。全然可能なんですよ。というのは何かお金を 国民に給付すればいいだけ。はい。その再現は、ね、物価が上昇してしまわない限りは大丈夫です。はい。物価の上昇をコントロールできるぐらい、ね、これ例えば一人に対して1億円巻いていったらこれダメですよ。ね。 そらそうですよね。おかしなことになりますよね。これは想像しただけでも分かると思うんですよ。でも、えー、例えば二月間、ね、家族一家がね、えー、過ごしていく。じゃあ、例えば40万円、50万円渡します。ね、一、えー、つ、一世帯に対してね、えー。これで何とかしてください。ね、えー、まあ4人家族、5人家族であれば、それで、えー、全然大丈夫ですから。はい。まあ、これをすること、 によって物価が上昇するのか、しないですよね。はい。で、その間、じゃあ、それで、えー、店が潰れていくのか、潰れないですよね。ストップはしますよ。ストップはしますけど、潰すことなんてないですよね。だってそれによって赤字がアホみたいに積み上がって、あもう首くくって死ななあかんわん、なんてことにはならないんですから。ね、借金取りが来て、えー、そこを差し押さえる、なんてこともないんですから。生産する、えー、その、 ね、えー、労働力や、ね、えー、あるいは、えー、生産する、えー、その、ね、えー、機材なんかも、そのストップしている間に失われるなんてことも基本はないです。まあ、労働力っていうのはね、えー、まあ、人がお亡くなりになるっていうことはあるのかもわかんないですけれども、まあ、そこをね、えー、数えてしまうと、まあ、ちょっと、ね、えー、あまりにもちょっとディテール的な部分で話が進んじゃうんで、まあ、基本的にはね、 基本的にはそんなにない話なんですよ。ということは、ストップはするけども、これによって破壊されることっていうのはないんですから、えー、物価がね、アホみたいに、ドカーンと、ね、えー、上昇してしまうなんてことはありえません。はい。だからこそ、この部分に関して、ね、社会をドライブさせるためのお金、ガソリンに関しては、用立てることが全然可能なんですよ。全然可能。だからこそ、ね、一旦しっかりとストップさせて、ね、 ええー、まあ、このね、問題に対して、ね、未来が見えてこなければ、ええー、まあ、今回のようにね、飲食店さんが、いや、もうちょっとルール破らしてもらいますわ。勘弁してください。っていうのも、納得せざ,ざるを得ないっすよ。はい。いや、お前らが、ね、この足並みを揃えへんから、ね、ええー、もっともっと長引くんや。っていう話に、えー、なっちゃうかもわかんないですけども、いや、もう足並み揃えてきたんやと。 これまでね、我慢し足並み揃えてきたけど、改善しとらへんやないかいと。この状況、何にも改善して、悪化しとるやないかいと。いや、これ、足並み揃えて言うこと聞いても悪化するんやったら、これルール破らせてもらって、自分たちやりたいことさしてもらっい幾分まだまだ健康的やわと。ねえ、精神衛生上良くない期間がずーっと続いてる。 え、なら、やりたいことさせてくれと。それによってコロナにかかって死ぬんやったら、その方が、妙に尽きるわと。料理人妙に尽きるわって話ですよ。はい。それに関しては、僕はね、うん、言いたいことはわかります。はい。だからこそ、だからこそ、こういう気持ちにさせてしまってるのは政府なんですよ。はい。で、えー、やっぱりね、えー、そういうね、えー、緩和していけと。 ね、コロナなんてただの風だって言ってる、そのね、えー、まあそういう言論空間であり、世論が今回のこのコロナに対して、えー、ね、えー、政策を一筋縄ではいかないようにさせている、えー、一つのインセンティブになってることは間違いないです。はい。だからこそ、まあここがね、もうひとまとまりにならないんであれば、ね、えー、まあ先ほど言ったみたいな対応が、 もちろん望ましいんですけれども、できないんであれば、もうこうやってね、飲食店さんがね、もうやらしてくれというのは、まあ、致し方ないのかなと。 いうふうに思います。はい。で、まあ、私のね、えー、まあ、家のね、えー、ちょっと、えー、離れたところにあるね、えー、ニトリモールというね、えー、大型施設はですね、えー、まあ、今回のね、その要請に対して、えー、まあ、もしもね、えー、まあ、その要請に応えない場合は、罰金を支払っていただきますよという行政のね、えー、その通達に対してもですね、 ああ、構いませんよ、と。えー、罰金支払います、と。罰金支払っても、店開けてる方が儲かりまんねん、と。要するに、周りの大型施設、ね、えー、休業、えー、どん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 入りました。ね、えー、自分のところだけ、ね、え、火事場泥棒か、と。言われてもですね、えー、結局ですね、まあ、私はね、えー、そういうところにはね、え、近寄らないですけれども、いや、コロナなんかそんなもんしょうもない、しょうもない、と。ね、みんなもんかかっても大したことはい、ね、無症状や、言うて。 ね、味がわからんくなるぐらいなんかもう大したことあれへんやんって言ってみんなね、行っちゃってたんですよね。はい。うん。毎日車は満帆でしたからね。はい。ボロ儲けした。ね。言ってますよね。まあそれによってね、借り出されるスタッフなんていうことはまあ二の次なんでしょうけれども。 はい。まあでもね、これもすべてね、まああの、もちろんですね、えー、まあその、ね、え、スタッフのね、え、健康に対しての、えー、まあ責任であったりっていうのはね、もちろんそのニトリ社長、ね、えー、ニトリ社長本人はどういう風にね、立ち回ってたのかわかんないですよ。まあ自分はね、コロナが怖い言うてマスクしてね、 えーまあ、そういうところにね、えー、出歩かずにですね、えー、しっかりと除菌してるなんてことがもしあったらね、それはそれでちょっとおかしいんちゃうかと思いますけれども、んまあでも、政府がね、何もしないんであれば、ね、休業に入って、えー、スタッフに給料を渡せないことよりも営業をして、えー、しっかりとスタッフに給料を渡せる 状態を保つことの方が社会貢献なのではないのかという考え方も一つありますからね。うん。だからその部分においても、スタッフの生活を経済面で守るという面においてね、 やっぱり政府が何もしない。ね。えー、適切な、えー、施しをしない。ね。えー、大型施設に対しての保証金なんていうのもね、えー、焼け石に水のような金額ですから、そんなのでね、あんだけの大、大勢のね、スタッフをね、えー、まあ、守るなんていうことはもちろん不可能なわけですから、はい。なら営業しようじゃないのか、というね、判断に至ったのかもわかんないですからね。はい。 だから、どこまで行ってもね、やっぱり政府のね、えー、その、まあ、経済的な、まずい対応ですよね。まあ、によって引き起こされている、これ、まさに人災だということですよ。はい。まあ、今回のこのね、飲食店の話ですね。はい。えー、まあ、ものすごく、ものすごく、まあ、ね、えー、重要な問題ですし、で、うこれこそね、えー、今後ずっと、この調子で、ね、 えー、進んじゃうね、恐れがあるんで、うん、まあ、この辺でね、しっかりとした、ね、はっきりとした、うん、答えをね、えー、出していくべきなのではないのかというふうに思います。はい。